昭和の音株式会社とは、主に学童向けの学習帳やテレビキャラクターを中心としたキャラクターグッズを製造、販売する文具メーカーである。本社所在地は、富山県高岡市佐野、本部所在地は、東京都中央区、新川。学習帳のトップブランドとして知られ、キャラクター商品にも強い。かつては一般向けの文具も製造していたが、 現在は学童向けに特化している。2019年現在の取締役社長は中条博士。子会社にレターセットや折り紙などを製造する昭和グリム株式会社、ギフト用品などを製造する昭和工株式会社がある。学習長のトップブランドとして知られる。ベルマーク運動参加商品。日本 PTA 全国協議会推薦商品。 かつて1950年代半ばから学習帳の生産を開始し、主力商品として昭和の基準学習帳やエリート学習帳を発売していた。だが、競合者が20社ほどあった中の最後発だったこともあり、差別化を模索。1970年に小学館発行のジャポニカ百科事典とタイアップして十ページに学習百科を掲載し、 ジャポニカ学習帳として発売。発売当時の学習帳は一冊30円が主流だったが、ジャポニカ学習帳は他の学習帳より20円高い50円で発売され、表紙のロゴも金箔をし、プレミアム級の学習帳の先駆けとなった。当初は小学館の画家が表紙を描いていたが、1973年より専属カメラマンである。 山口進む撮影による世界の珍しい動植物の写真が表紙に採用されている。1978年に世界特写シリーズが開始。その後、昆虫の写真に対して保護者や教師から不快とのクレームが寄せられるようになり、昆虫が表紙になっているノートの生産数量を徐々に減らし、2012年から表紙は植物のみとなっている。すでに1993年の マレー初頭編で、蝶以外の虫は、表紙で扱わなくなっていたという情報もある。4.5年に一度、表紙と学習百科が変更され、同じ品種は二度と採用しないという。ちなみに、カメラマンの山口進は、鼻に女性の名前をつけて撮影しているという。裏表紙には、表紙写真の解説や、学習図鑑が掲載されている。なお、昭和の音によれば、 昆虫が使われなくなったのは、クレームだけではなく見栄えの良い写真が枯渇したことも原因であるという。発売当初は A ご飯だったが、1980年頃に B ご飯を発売し、1984年に表紙に光沢加工を施した B ご飯のみの発売となった。この頃、右上のマークは、キャラクターの翔ちゃんから、企業シンボル的な親子鳥へと変更された。 1993年には写真が一層映えるようにという考えなどから表紙の基本色を明るい緑色にした。1980年、小学校高学年、中学生向けの新シリーズ、ジャポーニカセクション及びジャポーニカカスタムを発売した。いずれも表紙は写真ではなく一般的な大学ノートに近い。2014年、ノートとしては日本で、 初めて立体商標に登録された。同年時点で学年、科目別に50種類以上のラインナップがあり、累計販売数は約12億冊。11月には小学校高校学年向けの表紙に子供の顔のイラストを入れた新シリーズ、ジャポーニカフレンドを発売した。紙は学習調専用紙として開発したものを使用しており、製本は糸とじ。 京戦は雨に安らぎを与える色を採用している。表紙の名前欄はコートレス仕上げ。現在も高岡市の本社工場で作り続けており、国産を維持したい方針であるという。2015年4月28日から6月15日にかけて発売45周年を記念して行われた歴代の表紙の人気投票で、1970年代、1980年代、 1990年代、2000年代の1位に、それぞれ昆虫のものが選ばれ、2位3位でも多くが、昆虫であった。これを受け、同年8月に、各年代の1位となった昆虫が、表紙のノート4冊と、最初のシリーズであるひまわりが、表紙のノート1冊をセットにした5冊組を復刻し、限定発売が行われる。2015年12月には37年ぶりに、 自然系の表紙ではない日本の伝統文化シリーズが発売され、第一弾は歌舞伎がテーマとなっている。発売の翌年、1971年に学習ノートではまだ珍しかったテレビ CM を開始したが、それは知名度の低さと商品の高価格から在庫の山を抱えた末の策だったという。しかも視聴率の高くない時間帯しか枠が空いておらず、 昼ドラマの時間帯に流した。当時は家族経営の文具店が主流で、この時間にテレビを見て休憩をとっていた店が多かったと見られ、思いのほか CM 効果があり、取り扱い先が一気に増えた。CM 開始から3年間で売り上げが27倍になったという。1980年代までの時期は、州長と仲間たちが登場し、ジャポニカ王子と視聴者が、 じゃんけんで勝負するという内容が使われていた。山寺光一は本、CM シリーズの途中から出演。2013年1月現在 CM は2タイプあり、片方はダンスマンによるヒップホップダンスの CM、もう片方は従来通り山寺が出演し、授業参観の中で長年愛されているジャポニカ、学習帳の特徴を伝える CM になっている。 初期からジャポニカ学習帳という短いジングルは変わっていない。昭和の音の星のボるによると、同社が初めて商品化したテレビキャラクターはチロリン村とクルメノキである。ただし、当時のキャラクター商品の常であるが、著作権者の無許諾商品であり、著作権者と判権契約を結ぶのは幻探偵以降である。前、取締役社長の片岸茂によると、 最初に当たったのは、こと姫なの変化とのこと。また、自社オリジナルキャラクターも。この時期は、ウルトラシリーズ、マジンガーゼット、ロボット刑事のほか、つぶらや恐竜シリーズ、宇宙戦艦ヤマト、大鉄人17、星の子チョビン、ロボッコビートン、母を訪ねて三千里、空手馬鹿一代、デビルマン、ミクロイド S、キューティーハニー、アニメーション機構。 マルコポーロの冒険や合わせミロボシリーズなどの関連グッズを販売していた。1970年代から現在に至るまで、数多くのアニメ、特撮番組の関連グッズを製造、販売している。蒸気書作品を除き、制作会社別もしくは、ジャンル別に分類。ここでは、主な作品のみを紹介する。日本サンライズサンライズ版ダイナムコピクチャーズ系、作品。 藤子藤士尾原作作品、東映本社、東映動画、東映アニメーション系作品東京ムービー、東京ムービー新社系作品、タツノコプロ系作品日本アニメーション系、作品小学館、小学館プロダクション、小学館集英社プロダクション系作品上記以外の制作会社のアニメ作品80年代の自社オリジナル作品これらの後につく、イコールは、 以前の作品と同じ作品。他、多数蒸気の他、トランスフォーマーシリーズや、ゾイドシリーズ、X ボンバーなどのグッズ製造も手掛けていた。また、ラジオ大阪のアニラジ、アニメトピアのスポンサーであった昭和ノートは、同番組のグッズも販売していた。アニメショップ向け商品のブランドが、アニメトピアなのはその名残である。余談だが、同業者の成果が、 バンダイグループの参加に入る2000年前後から、バンダイ以外の玩具会社が、スポンサーになっているアニメ、特撮作品への提供が増加した。なおこの時期は、三菱鉛筆など上記2社以外の文具メーカーも、アニメ文具を多く発売していた。ただ近年では、メ、ね・テレ日曜朝7時枠のアニメのように元は、聖火がスポンサーだった、番組枠に入れ替わりで、 スポンサーとなるケースが多く、成果、提供枠が激減。その代わりに、昭和ノート提供枠が、学童向けアニメにおいての全 CM 枠の約半数を占めるという現象が起きている。また、他のメーカーでもアニメ、特撮キャラクター商品の分野から撤退したり、あるいはそれら絡みの事業を縮小していることなども影響している。そのことから見ても、現在のところアニメ、 特撮関連の文具メーカーとしては、最大手となっている。最近は、上記の、ナルトナルトや、ポケモンシリーズ等のように、タカラトミーがスポンサーになっている、アニメ作品に数多く関わっているためか、同社絡みのキャラクターグッズ関連のシェアは全、売上高の4から5割を占めている。ただ、それゆえに、タカラトミーがメインスポンサーになっている作品の文具は、 昭和の音からでしか発売しないのではないか、としばしば誤解されることもある。とはいえ、現在でもバンダイなどタカラトミー以外がスポンサーのテレビアニメ、特撮番組にも関与しており、関連商品の製造、販売も行っている。なお、タカラトミーがメインスポンサーであるアニメ、特撮番組の文具類も聖火などの他のメーカーから発売されているケースもある。 ライバル企業であるサンスター文具はこの分野から撤退して久しい画を展開している昭和の音は1960年代から現在に至るまで渡辺雅子や里中町子や相川隆人気少女漫画家人気イラストレーターをデザイナーに迎えた女児向けの自社オリジナルキャラクター文具の製造販売を行い続けている成果はただの和子や伊藤育子など人気アニメーターを 起用していたが、昭和は心マジュなど少女漫画家やイラストレーターを一貫してデザイナーに迎えているのが対照的である。過去に販売した主なオリジナルキャラクター商品。ありがとうございます。